おやおや、このステージは霊夢さんと朔也さんが担当するようですね。あはははどうかしましたか？気にするな、いつものキャラが定まらない病だ。はい、ゆかり様、毒のサプリです。なわあ、生き返った。ぐー、死にましたよ。毒だからな。妖怪賢者の死に様、しかと撃射させていただきました。自宅で復活したからすぐに戻ってくるだろう。実際問題、いてもいなくても同じ気がしますけどね。このイベント EX の存在は無視される傾向にあるからな。だからこのような通常シーンで頑張るしかないと。そういうことになる。主が目立つ機会を先ほど粉砕なされたようですが。四季の鏡だろ。じゃあ一緒に裸になりましょうか。いやいやいや、なぜそんな話になるんだ。え、偽物ですか？偽物ってなんだ。私はヤクモラン、それ以上でもそれ以下でもない。ランちゃん、ご飯まだ？さっき食べたじゃないですか。え、お前どこに手を入れている？脱いで、さっさと脱いで一緒に司会してください。司会やるのが夢だったんです。私2ステージくらいから向こうに行かないといけないんです。ならなぜ脱ぐ。司会は服着たままでもできるだろう。いや、服を脱いでやることなんてそうそうないぞ。何言ってるんですか。変態だ。こっちのセリフだ。今日はヨウムが朝からいないからご飯どうしようかと思ったけど、ランちゃんがいて助かったわ。私ちょっと寝るから、あとよろしくね。お褒めに預かり。あー、やめ。いや、バカ、脱がすな。そして正中線に月を入れるな。マハスキスパン。いた。いや、ゆかり様、戻ってきたなら助けてくださいよ。何自然に人を殴ってるんですか。私のいない間に随分楽しそうにしてるじゃない。とりあえずこの変態天狗をどうにかしてください。変態ではありません。たとえ変態でも変態という名の天狗です。だからそう言ってるだろ。あや、ステイ。後でラン貸してあげるから、今は正気に戻りなさい。怖い約束しないでくださいよ。自分の好きを何だと思ってるんですか。いや、別にいりません。いらないの。ランのせいでいきなり横槍入っちゃったじゃない。誰のせいだと。四季は主人の横領の罪をかぶってスキャンダルになってればいいのよ。秘書じゃないんですから。お二人とも遊んでないで霊夢さんたちの様子を見ましょうよ。ああ。そうね、この前は高魔館の連中はおかしな装置で中継してたけど、私は隙間で一発ね。さすがはゆかりさん、シャーペンとボールペンと消しゴムが一緒についてるペンくらい便利ですね。それ降臨堂で売ってるよ。レームとメイドと1ステージ担当の降格侍か。これはなかなか面白い勝負になりそうですね。全員率先して面白いことやりそうにないわね。え、そっちの心配ですか。これは危険ですね。かつてないほどに淡々とした展開が予想できますよ。ラン、ちょっと全裸で神社の周り駆け回ってきなさいよ。嫌ですよ。どんな絵ですか。
最近シュールってやつを履き違えたバカが多いから思い知らせてやろうと思って。そんなことに無駄な使命感持たなくていいですよ。くっ、早くも第一の計画が未遂に終わっちゃったわね。恐ろしい計画でした。本当だよ。まあまだ計画は1兆個くらいあるから平気だけどね。多いな。全年齢版でできるのは6個しかないけどね。1ステージにつき1個しか使えないじゃないですか。ツッコミ入れるところそこじゃないだろう。出し惜しみしちゃ楽しめないから、思いついたらバンバン実践していくわよ。やっぱり今考えてるんですね。はあ、とりあえず今はこれが精一杯。何ですかこのスイッチは。これはあれですか、白玉楼が爆発するやつですか。そんなの最初からやってどうするのよ。まあ向こうの連中の会話が行き詰まったらこれを押してみなさい。楽しいから。嫌ですよ、ボタン一つで人の恨みを買うのは。大丈夫大丈夫大丈夫だ。人道的で暴力的でなく、かつ和むアイテムよ。だといいんですけど。ではしばらく向こうの様子を伺うことにしましょうか。何仕切ってるのよ、好きだけに。仕切っちゃ悪いか。そっちが真面目にやらないからだろうが。仕切るなら仕切るなら裸で。私たちは裸がユニフォーム、それが気持ちのいい人生ってやつでしょう。なんでやねん、なんでやねん。うるさいわね。全員死ねばいいのに。そちらの疑問はわかる。なんで5ボスのこいつが1ボスになってるのかしらといったところだろう。これも不景気の波に乗った結果なんだ。ついに幻想郷にも不景気がやってきたというのね。つまり白霊神社に不景気という冬をホットにお届けします。最高にかっこ悪いボスのセリフね。景気はともかく、今日はなんか寒いよね。例の神社寒冷化作戦が発動したのかしら。ヒューリレティとチルノが無駄に頑張ってるようなので。ふーん、ああなるほど。あいつらはその役目があるから一ボスとして使えないのか。その結果あんたが降格したわけね。ご愁傷様。いや、そんなことあるわけないだろう。そんな変な勘繰りはするな。私のこの状況に対して変な探りを入れるな。そんなに必死になって否定しなくてもいいのに。私を見るな。あなたの気持ちはよくわかるわ。レイム、あなたがもし主人公の座から降ろされて点数表示の8の役になったらどうする。どうするのよ。1ヶ月寝込んで6ヶ月はへこむわね。とにもかくにも降格の理由は聞くな、気にするな。昔のことは言うな。そうです、過去のしがらみにとらわれていると太陽に顔向けできません。分かってくれるか。あなたこそ必死。なぜか速攻で意気投合したわね。あのご趣味は。切腹で安らかに生涯を閉じることよ。おお、私もたしなむのですがなかなか上達しないんですよ。あれはやっぱり楽しまないとうまくはいかないわ。
なるほど。気軽に始めましたが、奥が深いものなのですね。そういうあなたは何か得意なことはあるのかしら。相手の剣技を見切って、逆に剣を奪い取ることです。へえ、あれも結構奥が深いでしょう。奪い取りつつ、相手の喉笛をかきったりの派生もいろいろあるみたいだし。今の流行は、奪った剣で切腹をしつつ、相手の腹にも剣を突き刺すことですね。ギネス記録も最近更新されたって聞いたけど。27人ですね。え？でもそれくらいなら頑張れば記録更新できそうね。何この会話？夢なの？ああ、私まだ朝起きてなかったみたいね。レイム、夢ではないわよ。とりあえずこのまま喋っててもしょうがないわ。そもそも会話内容が意味不明。春ですよ。うるさいな。春です。春は分かったわよ。けど今は寒いのよ。空気を見なさいよ。まったく。しがない妖精に怒ってもしょうがないでしょう。無駄話が長くなってしまったが、勝負です。来い。さあ来い。レイム、どっからでも来い。なんであんたが敵になって。なんで私が喋ってる時だけ出てくるのよ。ぶっ飛ばすわよ。はーるーでーすよー。てめえ降りてこい。こらなるほど、これは新しいでしょ。何がですか？このスイッチを押すと、リリー・ホワイトが春を告げるのよ。はあ、それで？それだけ。いや、そんな死んだ魚みたいな目で見られても。見てみなさい、レイムの様子を。怒り心頭よ。これ面白いですね。喋るときにかぶせると猛烈に面白いです。やったわね。私、幻想郷の鉄板ネタを作れたわ。さすがゆかりさん、目の付けどころが違いますね。それはそれでいいですけど、イベント進行とは全く関係ないのでは。でも楽しいし。楽しいだけの人生があると思ったら大間違いですよ。その場その場の楽しさを求めれば、待ってるのは破滅なんですよ。いい加減分かってください。ランはすぐ怒るわね。瞬間湯沸かし器ね。とにかくその妙なスイッチを渡しなさい。楽しいのに、いけずな人ですね。ラン、返しなさい。断る。くらえ、尻尾編成剣。ごばあ。天狗もこのババアのようになりたくなかったら、何事もほどほどにすることだ。はい、この社名丸あや、今から清く正しく生きます。先生、ありがとうございました。わかればいい。そして私は先生じゃないですが、リリーでちょっかい出さないとしたら、この後どうするんです？あと全裸を取らせてください。このイベントは弾幕勝負はなしとのことだが、何かしらのゲームで勝負をさせるはずだ。そうですね、それを決めるのは基本的には主催者側ですけど、
今服を溶かすスライムあるんですけど、ぶっかけていいですか？そうだ、うちの主はそういうところを何も考えないから、ゆゆ子様が内容を決めているはずなんだが。ゆゆ子様、起きてください。あと4刻。一体何を飲んでるんですか？いや、そんなことどうでもいいですから、早く起きてください。幻想郷は偉い人ほどぐうたらですね。じゃあせめて白い水着を着てください。私、赤外線カメラ使いますから。エンマはそれには当てはまらない気がするがな。とにかく起きてください、ゆゆ子様。おはよう。ヨウムには勝負内容を書いた紙を渡してあるから大丈夫よ。なんて話の早いお方なんだ。ゆかり様とは大違いだ。さすがですね。この服どうすれば脱げるんですか？チャックとかあるんですか？どこですか？ゆかり様の戯れを見て心配してしまったが、ゆゆ子様がしっかりしておられるからなんとかなりそうだな。あの方を見ると逆に前の高魔館の人がどれだけダメ人間だったか分かってきますよ。もう破っていいですよね。のー方、これ本当に服ですか？もしかして筋肉強化服ですか？ま、最後までトラブルなく進めばいいがな。邪魔だ！うわあ！さっきから貴様何してくれてるんじゃボケ！羽虫ってチェンの餌じゃ！このダメカラス妖怪、こんちくしょうが、さえずるなバカが！あ、まあ多少言い過ぎたよ。しかし変な真似はな、自重してはくれないか？そんなに罵倒しないでください。照れちゃいます。さあ脱ごうか。そこで気絶してる紫ババアでも入れろ。ガスマスクとトングください。あと軍手とゴミ袋も。やるなよ。やっと出てこなくなったわね。なんなのよリリーの大量発生って。もしかして異変じゃないの？ほう、これは。なるほど、このナイフは刺すと同時に冷凍ガスが噴射されて人体を確実に破壊できるというわけですか。液体金属で刀身が巨大化するとはね。私はナイフ専門だけど、刀もなかなか奥が深いわ。あんたたちはいつまで物騒な話をしてるのよ。レイムが妖精と遊んでたから仕方なかったのよ。レイムさんは妖精でしたか？味噌汁ですか？違うわよ、意味わかんないし早く始めるわよ。何をです？お前ボスだろ。そうでした、私は一ボスでした。小ボスだったの。一体なぜ？気持ちはわかるわ。私もあなたも一時は時期にもなれたのにね。一体なんでこんなことに。くっ、ミョンとか。何ミョンって。切れないものはあんまりないとか言うんじゃなかった？それしか印象薄い。バカな、二刀流剣士の印象が薄いってどうなってる。この世はふざけろ。私も詰めてるとか詰めてないとか、いい加減にそのネタから離れろ。しかもそれを言われるたびにナイフを脳天に投げるなんて、ただのおかしい人じゃない？だがあなたには素敵なオプションがついてるじゃないですか。ピンボールで当たるとクシーンってなるあれにそっくりな。前に高魔館の財政が傾いた時に、
七人売ったんだ。オプションって売れるものだったのね。でも買い戻そうと前にボーナス出た時に降臨堂に行ったら、凛之助さん買い取りもしてたのね。まさか七流れ、バカな、なぜあれを買う、誰が買うか、ありえない世の中。買うな、人のだぞ。私は判例がいるだけマシと考えなければいけませんね。もう愚痴るのは後にしなさい。オプションなんて結局は人でもいいんだし、借りてもいいし、今はステージクリアすることだけ考えなさい。わかりました。来いレイム、さあ来いレイム。だからなんであなたは敵に回ってるのよ、こっち来なさい。いや、思わず境遇が一緒の人がいたので、何か大切なものを見つけた気分でしたので。私もです、ザクヤさん。いえ、お姉様と呼んでいいですか。それは嫌だ。ガビー、あんだけ引っ張っておいて。つうか本気で寒くなってきたわね。ああ、やばいやばい、鳥肌立っちゃったわよ。私もちょっと体をひねるとピシってなっちゃいます。可動部分が昔のプラモみたいに雑になってるわね。こんな状況で何して戦うっていうのよ。実はすでにゲーム内容はゆゆこ様が決めてある。何やるわけ。この封筒に書かれてあるらしい。別に口伝えでよかったじゃないの。ゆゆこ様は普段はおふざけが好きなお方だが、何をするにも公平な方。私が内容を先に知って対策を考えるなどをしないようにとの配慮なんだろう。そこまで深い考えしてないと思うけどね。そう思うでしょ、昨夜。昨夜？昨夜さーん。なんで寒くなっただけで石化してんのよ。いやいや、今動いたら割れる、割れちゃうから、腰が、体が。どんだけ足腰弱いのよ。ちょっとレミリア、でね、そこをずっと進んでいったら道に小さい水たまりができてたのよ。ほん、そこをよーく見たら、そこにすっごいのがいたのよ。ワクワクするね。すっごい小さいピンク色の象がいたのよ。もうマジでエコンくらいのやつが。私もピンクの象はないけど、青いキリンは見たことあるぞ。捕まえて研究材料にしようと思ったけど、ものすごいスピードで逃げていっちゃったぜ。そうそう、なんか妙に素早いのよね。で、インドゾウはデカインドゾウって言って去っていったわ。確かに言う通りだけど、お前は全然でかくないぞって言ってほしかったんでしょうね。っていうか喋れるんだ、すごいね。こっちもキリンの雑木林って言ってたぜ。それダジャレになってないし。私も原稿書いてる時に白いワニは見たことあるわね。じゃあ私の話はこれで終わりよ。ちょっと呼んでるんだから返事くらいしなさいよ。出番の少ない私たちは今階段で盛り上がってるんだから邪魔しないでよ。全然怖くないし、それよりも咲夜が大変なのよ。急に冷え込んじゃったから体がギシギシしてるわ。まあ咲夜にはよくあることだから。助けてやりたいが、もう出番が少ないと確定した私たちが行くわけにはいかないんだぜ。残念残念残念、至極残念残念。
あんたたち単に外に出たくないだけでしょ。仕方ないわね。私が行って焚き火でもしてあげるわ。本来一番外に出ないやつが率先してやってくれるっていうのに、お前たち3人は何なのよ。ん ?3 人ってあの栽培ガールはどこ行ったのよ。農作業。どんだけ畑が好きなのよ。まあ助かるけど、どっちにしろお前たちはダメだ。毎回毎回グダグダしやがって。なんかオープニングみたいだな。このまま脱線してもいいんじゃないかな。そういうのを得意だからね、私たちは。ダメ人間たちに出番はやらん。行くわよ、パチュリ。やあ。言われ放題だぜ。まあ、ダメな私たちは餅でも食いつつダラダラするか。じゃあ次は私がお話しするね。恐怖の人型のホタル人間の話を。うー、怖い。期待できそうだぜ。よいしょ。が割ったに燃え移ったわ。こっちも新聞紙の準備はできてるわ。薪もスタンバイ OK。 ちげえよ、なんで火起こしから始めるのよ。いえや、魔法とかで一発でしょ。必要って何よ。あまりそういうことに頼りっぱなしもダメかと思って。そこはもっと楽していいわよ。分かったわ、そう言うなら。へぇ、燃えろ。簡単だなぁ。お、お見事。ボディが甘いわ。腰に巻かれた針のむしろが取り払われたような、そんな気分です。無駄に例えが絶妙ね。これがノーレッジの。さっきから変になってるけど、もう引っ込んでいいわよ。うわ、終わり。もう、まあいてもいいけど、寒いわよ。その時は私の秘蔵の一発芸でなんとかしてあげるわ。そっちの寒いじゃないわよ。とにかくおとなしくしてなさい。焚き木の焚き火の前でギターを弾きつつあぐらで見守るわ。ではゲームの内容を発表する。内容は、ガ、ガ、ガチンコと書いてあるな。ガチですか。いや、おかしいでしょ。こんな刃物持ったやつらのガチ勝負なんてみんなに見せられないじゃないの。もしかしてガの字が余計だったのかしら。もっと意味わかんないよ。いきなり入ってくるんじゃないわよ。入ってくるんじゃないって。何ニヤニヤしてるのよ。静かにしてなさい。結局ガチはあのガチでいいの。それ以外何があるっていうの。ではそういうことならば、白玉楼のお庭版コンパク用務、押して参る。望むところ、駒館のメイド長の力、侮ることなかれ。いざ。切り始めちゃったわよ。これは写真、写真撮っていいものなんですかね。ダメだろ、いろいろな意味で。あの、ゆゆこ様、起きてください。ゆゆこ、ゆゆ、起きなさい。
さん真っ二つになって。くっ。区画を取ったが、まだまだ勝負はついていない。ああ、ピチュったらここで復活する設定なんですね。そこの隙間は、隠れ神社へ繋がっているのか？ああ、そうなりますね。そう！元気ですね。起きなさい！ゆっくり起きてください。どうかしましたか？うわ、また現れましたか。人を害虫みたいに呼ばないでもらいたい。ゆゆ子に聞きたいことがあるのに起きないのよ。そうですか。おい、起きろババ。この死んでるのに死に損ないが。では、私は行きます。ゆかり、久しぶりに切れちゃったわ。お庭に行きましょうか。え、なんで？いやいや、私は何もして…おととい来なさい。じゃあ、お昼寝の続きを。ゆうゆう子様、起きてください。なに、せっかく夢でわんこそばをいっぱい食べてたのに。12杯目だったのよ。全然すごくない。いや、違くて、ちょっと勝負の内容についてお話が。大丈夫大丈夫、ヨウムには最近モノマネ教えてるから、モノマネ勝負なら結構いけるから。見た目も面白いし。いや、ガチンコ勝負してますけど、刃物を持った2人が弾幕バトルでも見られない光景が神社で繰り広げられてますけど。なんだと。そんな、ガチ勝負は2ステージのはずなのに。チェンにガチ勝負させようとしないでくださいよ。渡す封筒を間違っちゃったみたいね。まあよし。よーい、寝るな。すごいですね、これは。最初からクライマックスとはこのことですね。ダメだこいつら、なんとかしな。なんともできないな、これは。そっからズパーってして、そしたらあれがグズイーってなっちゃったのね。聞いてる？はい、聞いてます。妹様、妹様のお話は面白いです。ああ、借りてるだけ借りてるだけ。もっと餅をいい感じに美味しく食べる方法ってないかしらね。ポコポコにしてベチューってなったから、最終的には闇にうごめくものが復活しちゃったわけ。その話詳しく。今言ったよ。なんだ、一体どういう過程で何が起こってその結果になったんだ。うわ、怖っ。その話怖っ。だって階段だもん。階段ってレベルじゃねえ。そうだろ、レミリア。え、きなこ？きなこじゃないぜ。何の話してるんだ。それはこっちのセリフよ。私は今思考の餅を考えてるんだから。後にしろ、ちゃんとフランの話聞いとけよ。でも思考の餅が完成したら、ざわめくものが復活するのよ。え、その話も詳しく。あ、ザクヤさん、おかえりなさい。いえ、まだまだ勝負はついてないのよ。トウ、昨夜も頑張ってるみたいね。
でもここで復活したってことはやられたってことだよな。あ、また来た。それだけ向こうが強者ということです。気合を入れなければ。ええ、頑張りましょう。うわあ、サクヤすごい。さすがサクヤ、コウマカンの魂を具現化したような心意気ね。いや、今二人いなかったか、あいつ。気のせいでしょ。気のせい、気のせい。人の身でよくここまでやるものです。私が言ってもおかわりあるもの。武士道とはピチュルことと見つけたり。あんたら死にすぎよ。ちょっとストップ。なぜ止める、審判。審判といえども私たちの純粋な勝負の邪魔はしないでいただこう。審判じゃないわよ。赤い汁を噴出させるんじゃないわよ。体内から赤いものを。血は人間の絆、愛の証。愛を垂れ流すんじゃないわよ。流すだけならいいんだけど、白子っぽいブヨブヨのものとか感情のものとかいろいろ飛びついてるわね。一瞬で消えるのが幻想郷のいいところね。まるでネットの世界ね。そんな世界ねえよ。とにかく試合終了。いえ、試合ではありません。試合です。いいよそういうのは。ピチった回数は霧崎咲夜が21回、サムライヨウムが19回ね。ということは私の。じゃあブラックジャックってことで咲夜の勝ちね。そんなルールですか。ガチンコで切り合って時間内に死んだ数がより21回に近い方が勝ちっていう。そんな横暴な。横暴だなんだといちいち文句垂れてたら幻想郷では生き残れないわよ。ぐっ、すごい説得力だ。横暴な主人に友人、妖怪妖精に振り回されてこその世界。そこに文句は具のこっちょ。愚か者のやることね。私が間違っていました。どうか私を一緒に連れて行ってください。この世界の流れを感じたいのです。それは嫌だ。ゴビですが私は諦めません。嫌だと言われても私はついていきます。勝手になさい。はい。またバカが非常に一人増えたわね。あんたらが勝手に閉めちゃったよ。最後の最後で噛んでるし。レームの耳が良すぎるのよ。どういう言い訳なのよ。おかえりなさい。お餅にする？ライスケーキにする？それとも、お、も、ち？全然ドキリともしないお迎え、ご苦労様。じゃあ、どこか飯頼む。ないない、餅しかないわ。品揃えがダメなところだぜ。お嬢様は一応は姉キャラなのに、なぜですかね。全然ですよね。ダメですね。まるでダメよ。なんで帰ってきた途端に私のすべてを否定されないといけないのよ。丸くなった私とはいえ怒るときは怒るわよ。じゃあ怒ってみ。怒ってみってどういうことよ。私と遊ぶな。おお、怒った怒った。これはなんだ、怒りのううか。じゃあほら怒ってみ。いや
で 15% くらいかな。恐ろしい人ですね。怖すぎてマスパーを撃っちゃいそうだったぜ、姉に。こっち向けるな、こっちみんな。まあ、白麗一家のマスコットってのはなんとなく理解できたぜ。なるほどな。どいつもこいつも。で、食材とやらは何か見つけたの？そこはない。なんかない？今ポケットにはないわ。レイム、キャラメルとかナッツをチョコでコーティングしたものならありました。ないない、料理に使えないから。けどちょうだい。もぎ取ると死ぬほど痛いし、5、6時間絶叫しちゃうけど、私の羽とか結構美味しいと思うんだ。イベント中ずっと絶叫されても困るぜ。これでいいんじゃない？それ通信機だから。いや、もうゆっくりでもいいけど食べちゃダメ。じゃあ今度から通信機はゆっくりで見るようにしておこう。本当だ、名前が変わった。お前すげえな。なんなのよ、通信機なのかゆっくりなのかはっきりしなさいよ。うわー、撃つな。この子を殴るなら私を殴りなさい。そーい、いってー。本当にぶたないでよ。親父にもぶたれたことないのに。殴ってなぜ悪い？悪いに決まってるでしょ。早く食材探してよ。もう予想通り食材調達でグダグダになったな。せっかく菜園あるんだから、そこから適当に選べばいいんじゃないか。